はい、おはようございます。10歳は輝る実践系国家主のゴンユージです。今日もね、例の僕の夜の秘密の夜勤アルバイトが3日連続で行ってて、昨日夜勤アルバイト行ってきて、今日この後また眠って2日目行ってきます。その間にね、知恵の使用ですね、意志の力を鍛えるためにこうやって読書鍛錬に励んでいます。ということで、以前ね、このブログのテーマで人はなぜ行動しないのか、人はなぜ変われないのかということで、この世界の最高スーパーコーチ、アンソニー・ロビンスの、イエースってね、ダミ声で叫ぶ、アンソニー・ロビンスさんの、この、お師匠さんにあたる、ジム・ローンさんという方がね、お金持ちになりたいとか、なりたいとか、貧乏から脱出したいという人にですね、このバビロン大富豪を読むところから始めてくれたまえって言うんだけれども、8割の人はこの本を読むという行動すらしようとしないということで、この夜勤勤務の秘密を合間に、バイトの合間に、このバビロン大富豪を読んでいます。先週の続きからなんですけれども、今日はですね、このバビロンの大富豪と、僕はですね、このエクスパーの4次元肉体進化のミスター X 仙人さんからですね、教えてもらってるという、こちらの神崎隆さんの一番弟子のね、奥さんに夜逃げされて500万円の借金を作って奥さんに夜逃げされたという壮絶な神崎さんの人生のストーリーから始まる、こちらのエクスファミリーオフィスですね。ミスター X 仙人さんの一番弟子、神崎隆さんです。嘘をつきすぎて奥さんに離婚要求され、残されたのは背中の悪性腫瘍、借金500万円、そして包丁1本だけだった見栄っ張りな男が、年収631万円コピーライターになれた真実の物語を嘘偽りゼロでシェア。from 神崎隆、大阪市大阪府、日曜日午前6時。私はいつも嘘をついていました。美容室の教えの中でですね、借金は死んでからやれ。借金の利子、複利には勝てなくて、複利を味方につけろという、借金の利子には勝てないというね、教えがあるんですけれども、非常にこのバビロン、最近僕が起こったことと興味深いことがあるので、まあとにかくこれを読み進んでいきます。アルガミシさんは貧乏人のアルカドに言いました。アルカド、お前は身分が低いくせに生意気だな。だがまあ取引をしてやろうじゃないか。早晩、私、アルカドは、徹夜で粘土板を刻んだ。背中は痛くなり、ろうそくの匂いにも、頭も痛くなって、ほとんど目も見えないくらいだった。だが、夜明けとともに、アルガミシが戻ってきた時には、粘土板は完成していた。私は彼をせかした。さあ、約束したことを教えてください。まあ、つまり、金持ちになる方法を教えてくれってことですよね。そうか、それがお前との約束だったな。では、お前が知りたかったことを教えてやろう。わしは年を取ってきているし、老人の人はしきりに動きたがるものだ。若者が弱いを重ねた者に助言を求めれば、歳月から生まれる旧来の知恵を授けられることになる。しかし若者というのは古い知恵はもう役には立たないと思いがちだ。だがこのことは覚えておくがいい。今日輝いている太陽は、お前の父親が生まれた時にも輝いていたし、お前の孫の最後の一人が闇の世界に行く時にも輝いているということをな。若者の考えることは、たびたび空に輝く流星のように明るい光を放つ。だが老人の知恵は動かぬ星々のようなもので、その輝きは変化することがあまりに少ないから、船乗りたちがその進路を決めるときに頼りにできるものなのだ。だからわしの言葉をよく覚えておくことだ。さもないと、わしが教える真実の意味もわからなくなるだろうし、徹夜の仕事も無駄になったと思うだろうからな。そう、忠告した後、アルガミシは、キムクジャラの眉毛の下から、抜け目のない目で、私、アルカドを見つめると、低く力のこもった声で話し始めた。わしが富への道を見つけたのは、稼いだものはすべてその一部を自分のものとして取っておく、ことを心に決めた時だ。お前とて同じことができるはずだ。そう言うと、突き刺すような目でじっと私、アルカドの目を見続けるだけで、それ以上何も言わなかった。私、アルカドは尋ねた。たったそれだけですか？羊飼いの心を金貸しの心に変えるにはそれだけで十分だったよ。でも私が稼いだものは全部自分のものとして取っておけるはずないじゃないですか。冗談ではないぞ、アルカドよ。お前は仕立て屋に支払いをしないのか、サンダル屋に支払いをしないのか、
食べるものに金を使わないのか、金を使わずしてバビロンで暮らせるというのか、先月稼いだもののうちどれくらい残っている、去年稼いだ金のうちどれくらい残っているというのだ。愚か者めが、お前が支払いをしている相手は全て自分以外の人間だ。まだ。はい、ということで今日はここまでにしたいと思います。今日は時間がないので早口で教えます。このバビロンの大富豪の教えの中で、稼いだものを、自分の一部にして取っとけという教えがありますよね。第一の教え、実はですね、最近ですね、非常に興味深いことがありまして、このバビロンの大富豪ね、以前読んで実践した人がいるよっていう人がおっしゃってたんですよ。稼いだ自分の1割をね、収入を自分のものにするけど、でも全然うまくいかなかったっておっしゃってる方がいらっしゃったんですよ。で、その方が言うには、その人はその借金があって、その借金の支払いで大変だったから、稼いだ一部を、残すことはできなかったんだっていうことをおっしゃってたんですよね。はい。で、僕はその話を聞いてですね、非常に興味深いなと思いました。で、どうしかというと、さっき言ったように、この、まあ、X パワー、X オミオフィスのミスター X 仙人さんが、お母様から言われたことなんですが、もう借金は死んでからやれという教えがあって、とにかく僕のようにですね、これはクレジットカードの支払いなんですけど、こんなにねクレジットカードの残高支払いとか借金を作ったら、もう一刻も早くもう着ている服とかを全部売り払って、パンツもう裸になってでもいいから全部もう早急に支払えっていう、その教えがあるんですよ。で、このバビロンの大富豪の教えの中でも、このアルカドさんがね、この後でね、借金は能力の及ぶ限り、なるべく早く返すことっていう、こういう教えがね、あるんですけれども、はい。つまりですね、僕自身もこうやって、クレジット支配の残高に苦しめられてるんですね。で、もうとにかく、これ見てもらったらわかるんですけど、今まで僕は元金で5000円で払ってたんですよ。で、なんと手数料や利息を、もう大体ほぼ半分ほどの、同じ半分ぐらいで5000円ぐらい払ってて、それで毎月1万円の支払いだけれども、もう一向にこの元金が減らないんですね。はい。だから僕はある決断をしたんですよ。で、その決断はどういうことかっていうと、また今度時間がないので話します。以上です。では、さようなら。